南さんにリベンジしたいです。その一言から始まったシオン君の面接企画、第一志望に向けた101、南さんへの出演交渉、さまざまな苦悩を乗り越え実現したリベンジ面接、南さんからの合格はもらえるのか、そして現れてきた新たな壁と。モチベーションを見直すと思うんですか。説明を伝えられるのはどちらだろうと。ありがとうございます。失礼します。はい、どうぞ。失礼いたします。はい、いたします。よろしくお願いします。ではお座りくださいませ。本日よろしくお願いいたします。私、学生時代取り組んだことを大きく分けて2つございまして、はい、1つが大学、人々の行動であるとか関心の方向っていうのをデータに起こして分析するという学問を学んでまいりました。もう1つは主に修学旅行に行く高校生に事前学習を行う組織でですね、およそ25人ほどのチームのリーダーとして活動をさせていただいております。シオンさん個人のモチベーションの源を知ってもらっていいですか。一番大きな僕モチベーションの源になっているのがこちら、就活の軸にも関わってくるんですけれども、熱を伝えたいっていうところが大きくあります。僕の情熱っていうのもそうなんですけれども、相手から汲み取った熱っていうのをその他の生徒に伝えたりと、この子はこういう関心があってっていうのを汲み取ったりするところっていうのがモチベーションの源になっていて、その子が取り組みたいと思っているところっていうところをサポートしてあげたいっていう献身欲というところでもあるかなとは思うんですけれども、その子に対して何かアプローチをしてあげたいっていう、こういう熱量っていうのを大事にしているという面があります。志望動機の方を聞きたいんですけど、弊社の中に大きくは広告部門とメディア部門があるんですけど、どちらを志望しているのかっていうのを教えてもらいますか。まず志望している部門としては広告部門を志望したいと思っております。理由としましては、広告とメディアの違いっていうところから、直接熱を伝えられるのはどちらだろうっていうふうに考えた時に、それはメディアよりも広告なのかな。メディアとかだとこういう現状があって、はい、そこにメディアが入ってきて、でこの現状とメディアって直接関係あるかないかでいうと関係ないじゃないですか。その人がこれを取り上げたいから取り上げるっていう意図が入ると思います。で広告っていうのは主がいて、この人がこう思うからこれをやりたい、これはあのメディアとは違うと。そちら御社に入りたい理由の一つに入ってしまうんですけれども、御社がやられている事業っていうのがメインに置かれているのがインターネットっていうところが私大きいと思っております。インターネットっていうプラットフォームですと、今までの既存のメディアよりは自由な広告主の意図っていうものが伝えやすいのかなというふうに感じています。どれほど熱量を持って志望しているのかっていうところを聞きたいんですけども、広告関係ないメディアコンテンツのいいなと思った事例と広告の事例、2つの講師と思ってますか。広告の方からで言いますと、いいなと思ってる広告に関しては人に考えさせる広告はいいなと思っております、はい、でその一つの例としては日農研さんの広告見たことあると思うんですけれども、はい、パッと見た時に、あ、この問題どうやって考えるんだろうって自分を介するじゃないですか。広告があれが僕はすごくいいなと思っていて、アプローチするためには相手が自分ごととして考えることが大事なのかなっていうふうに、ね、はい、感じております。なので押し付けがましい広告というよりは、一旦その人を介して効果が返ってくるような広告っていうのが私はいいのかなというふうに感じております。メディアコンテンツはどうですか、うん、メディアコンテンツに関してはそれこそマスコミとかに関しては意図が入ってしまうっていうところがあると思うんですけれども、人を介した時に自分事として考えられないような宣伝の仕方、行動の仕方になってしまっているな。御社が取り上げてらっしゃる今メディア事業あると思うんですけれども、そちらでこう討論の企画とかよく流れてくるんですけれども、どちらかというと著名人とか若者とかっていうゲストをお呼びして討論するっていうところのコンテンツの作り方が私はいいなと思っております。なるほど、はい、わかりました。まあ、いわゆる就活と言われる活動は何月からやってますか。就活は本格的に始めたのが7月ぐらいです。弊社ってちなみに第何志望ですか。第1志望です。第1志望、はい。全ての社会人に対して社員も今まで1対1で30分以上時間取ってもらったのって何人ぐらいですか。社員さんの方に30分以上取っていただいたのは1人で、あと2人お話をさせていただいたんですけれども、その2人は内定者の方ですね。わかりました。はい、はい、では本日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、面接お疲れ様でした。ありがとうございました。結果で言うと自己評価だといかがですか。いやでも まだ×だと思います、僕は。はい、では気になる結果発表を。あ、見たくない。はい、お願いします。はい、じゃあいきます。はい、
三角です。あー、でも嬉しい。めっちゃ嬉しいです。これ結論から言うと、はい、1時なら丸ですね。ありがとうございます。1時なら丸です。2時は三角です。三角、はい、はい、まず、いいねは元気、明るい、笑顔、緊張しすぎていない、ちゃんと会話になってる時点で、多分これ上位 10% ぐらい入ってます。喋り慣れてるって。前回の南さんとの面接を経て、ダイアリーに上がっている南さんに問いかけをしてくださる動画があると思うんですけど、もう決まった段階からもう死ぬほど繰り返して。なるほど。いやでもそんな感じしましたね、正直。もうその努力の形跡を見られました。改善すべき点は話が長いで、抽象から入って具体の流れはいいんですけど、抽象7の具体3なんですよ、逆なんですよ。抽象1、2の具体8、9なんですね。なんで抽象の部分が長すぎて忘れるんですよ、はい、で具体が来ても、え、抽象のどこを話してるみたいな、数字があったのが良くて、25人のリーダーをやってましたは、数的な根拠を述べてくれたのがすごいグッドです。ただ数的根拠はそれに上でちょっと KPI 分かりにくかったのが、何を目標にやってたのかとか、売上がどうだったのかとか、顧客満足度どうだったのかって話がなかったのが、なんかちょっと残念だったなっていうと。本当に第一望かどうかの論理性がめちゃめちゃ甘いです。だから三角なんですね。これが一番キーポイントです。どういうことかというと、7月からスタートして、今5ヶ月ぐらい経ってますよね。はい。で、5ヶ月ぐらい経っていたのに、他の会社に社員訪問してません。御社しか見てません。御社の1人しか見てません。で、5ヶ月から何してたのっていうんで、本当に第一志望かっていうのが論理性がここで一気に崩壊したんですよね。これなんで第一志望をこんなに確認するかっていうと、こっち枠があるので、内定辞退率ゼロを目指してるんですね。第一志望なのかって論理性がない人って、蹴る可能性がちょっと爆弾予備軍なんですよ。予備軍をわざわざ入れるぐらいなら、一切クリーンな人を入れた方が絶対蹴らないので、そこのスクリーニングで引っかかっちゃいます。南さんからの合格をもらい、順調かに思えたシオン君。しかし、この面接の数日後、我々は驚きの報告を受けることになる。第一志望のサイバーエージェントの選考に落ちてしまったのだ。これを受け、ディレクターのバラマツが先輩ディレクターとの面談をセッティング。現状と今後について話し合った。新規で新しく他の企業さんを受けていこうと思った時に、自分の中なんかこう課題感みたいなものに対して変えられないっていうのが現実だなって思う節があるなと思ったので、挑戦することみたいな方に軸を置いて新しく頑張ろうかなっていうふうに思ってるところですね、今。シオン君が新しく打ち立てた就活の軸に対し、先輩ディレクターはその解像度を上げるため深掘りを行っていく。就活を通してさ、自分がどういう状態になってたら就活成功だっていうのかな。やれるのにやれないっていうストレスがない会社に就職できたら嬉しいなっていう、うん、自分がこれやりたいって思った時に、うん、まあなんだかんだよく分かんない圧力でやれないっていう状況になるのが嫌って思う、うん、そうですね。だけ聞くと会社員向いてなくないって思う。確かに起業して自分で自由にできる方がいい。まあフリーなんですよ。ああ確かに。なぜ就職っていう道に選んだ。多分01より100の方が向いてるなと思って、あるものに対してここが課題だからそれに対処したいなとかっていうのは割と得意なんだけど、なんか全く0から1を作り出すっていうのはすごい自分の中苦手だなと思っていて。その基準ってどこにあるの？やりたいけどやれない。大企業がそうなりやすいのはイメージつくじゃん。その企業の規模をぐーっと下げてった時に、どの辺からやりたいけどやれない状況が生まれる？枠を飛び出してその枠を広げようっていうよりは、こういうやり方をしてると穴ができちゃうよねみたいなところの穴埋めができないことであるかなと思って。ああ課題が明確なのにそこを直そうとしないってこと？これやったらできるじゃんっていうのに力を避けないみたいなのはしんどいかなっていう。ちなみにダイアリーで組織もっとこういう風にしたらいいのにとか、もどかしさを感じたり、インスタグラムの仕事やっててなんか自分が良くしたいのにできないなと思うのねとか。いやそれで言うとダイアリーは提案したらやらせていただけるので、その辺は一点の曇りもなくというイメージです。でもダイアリー入社候補に入ってないなんでダイアリーがダメなの？学生の時から仕事の規模感はちょっと変わるかもしれないけど、雰囲気変わらないっていうのがあると、視野が広がらないかっていうのはあるかなと思ってて。今見て感じたのは、多分ダイアリーに入って見える広さが変わらないっていうのは、多分見立て違い。確実に見せてないだけで、そうですね。いろんなものを見てるし、その視野が広がる。だから、要はダイアリーの規模だと、ちょっともまだ足りないなって思うところがあって、でもサイバーとかの規模だと、なんかいいなって思うわけじゃん。そこの差は何なんだろうね。いやすごい、でも今お話ししてて自己矛盾だなとは思うんですけど、もうちょっ
と仕組み化されてる方が嬉しかったりはするというか、人数感とかもやっぱあるかなと思ってて、大規模な人数の中で働くことも覚えなきゃいけないなっていうふうに思うし、まあ、要は選択肢がいっぱい欲しいってことか。まあそうではあります、うん、あとは本当に自分が見えっぱりなので、うん、自分に箔がつけたいっていうのは当然あるかなと。だから一定の収益企業に行きたいね、うん、そうですね、就活のゴール地点としてはブランドが欲しいのか、選択肢を増やしたいのか、挑戦できる環境なのか、それを見た結果なんで日系大手が外れたの。日系大手はそうですね、やっぱり自分のライフステージが上がっていくとか経験が積めると、いろんなことをやりたいの、興味が湧くなっていうことがあると思って、そういうのを やめにくい雰囲気はきついなっていう。おなんて言ったらいい、これ本当に性格の話だし、うん、いや変えろよって言われるのも目に見える未来であるんだけど、今までの経験でいろんなバイトとかもしてきたけど、 あんまやめられなくて折り合いがつかなくて、いやでもまあ確かにこれでやめたら厳しくなっちゃうよなとかいう思いが出てくるとやめられないみたいなのがあって、これまでの動画でもお伝えしていた通り、シオン君はアルバイトの塾講師に多大な時間を費やしており、就活に時間が割けないでいた。その点についても先輩ディレクターが聞き込んでいく。辞められないっていう意思決定につながってる要因は何なの？それこそ塾なんで辞めない、塾なんかまだやるべきことが残ってるんじゃないかとか思っちゃう、そのやるべきことってシオン君の人生の中でどれぐらいの優先があるの？それこそまあ就活と天秤にかけたらどっちがいいか、就活の方が大きいのは自分では分かりつつも、うん、いや俺が やった方が他の人が授業するよりいいだろうみたいな、うん、思っちゃう節があるから、ここで俺が辞めたらこの後の生徒たちはどうなっちゃうんだろうっていうのも少しだけこう思うところがあるんです、ね、優先順位をつけないっていうのはどうしよう、欲張りでプライドが高いから、これもやんなきゃダメでしょ、これもやんなきゃダメでしょってやった結果、選んでいくつかできないけどそれ以外ゼロみたいな感じになっちゃう。でもそのプライドでさ、優先順位つけずにさ、就活失敗したら結構な身を滅ぼすね、はい、っていうのを分かった上で捨てられないんだ。そうですね、なんかどこかなんとかなるだろうみたいな、あ、そうなんだ、のが多分あるんだと思います。で、塾を辞めることのデメリットって何？教えられなくなるのは自分の中では一個デメリットになるかもしれないっていうのは、うん、教えられるっていう状況はなんで自分にとってメリットなの？自分の中で自信を持ってできるっていうのが多分教えることだけだと思ってて、それがなくなると結構存在意義が教えてる時はそれこそ承認欲みたいなものが満たされる感じがあるから、やめたらやめたで何か支障が出るかなっていうのは、承認欲求に駆られちゃうってこともあります。新たな選択肢をさ得るとか、広い視点を得るとさ、めっちゃ結構してる、自分ができる小さな範囲、承認欲求を満たし続けてるでいいんだならいいと思うんだけど、新しい世界とか選択肢が就活の成功の軸にある人のことではない。先輩ディレクターからの鋭い指摘を受け、これまで出さなかったシオン君の本音がこぼれ始めてきた。高校生の時もバイトずっとやってて、うん、あ、そうなんだ。でもよく考えてみると遊びをこう切り離して全く遊ばずに高校時代やってたので、うん、で多分高校生の時も、うん、遊びたいな、みんななんで遊んでるバイトしてんだろうと思いながらバイト続けてたし、大学1、2年の時も飲食で働きながら結局塾やって週7で働いて、みんなが飲みに行ってないと俺はずっとお仕事してるみたいな感じで、うんうん、遊びたいし、そういう風な自由な、例えばヒッチハイクしたりする子もいたし、うん、日本一周してるやつもいたし、うん、みたいな、なんかそこにすごい僕の弱いところで、なんかこう、うん、なんだろうな、妬んじゃうみたいな、なんであいつ働いてもいないくせになんか自由に生きてんだみたいな、うん、どっからその金が出てきてるんだみたいな、すごい、まあ、見にくい部分ですけど、っていう気持ちは常にあって、うん、なんか多分そういう風にない生き方がしたい、理想の自分はそっち側にあるんだと思うんですね、うんうんうん、なんだけどなんか自分で決めたことに縛られていたというかっていうのはなんか言ってあると思ってて、なんかそうですね、なんかでそれで納得させてるから、いやでも俺はこれで頑張ってるしあいつとは違うからいいやみたいなのは言って、僕は自分であるなと思っていて、それすごい僕の中でコンプレックス、うん、だし多分なんかなんだろうな、本当にここで何もしないと結局一生それで生きていかなきゃいけない、うん、っ
て考えると息苦しくあるっていうのは思ってたんで、そうですね、これ誰にも言ったことないですよ、こんな気持ちはあれですけど、すごいもう、そうですね、僕の一番嫌なやつな部分というか、うん、すごい一番嫌いな部分ですね、僕の。しおくんなりの自分の行動原理という、自分ってこういう人間だからこういう時にこうなるよね、だからここをこうしてあげようって、自分で自分をある程度コントロールできる取説みたいなのを作って、それがないから多分いつまでも自分の行動に自分が振り回されてるというか、そこを作ってあげるのもいいかもしれないね。今日の会の目的はしおくん的に言われたから来たよ。いや、全然その自分でオビホームをさせていただきたいし、まあ、その社会で働いてる人のお話を聞くのは価値のあることだっていうか、なんかなんだろう、自分変わるために何かになると思っているからあれなんですけど、でもなんか頭でそういうふうに思っているんだけど、なんかどこかで頑張ってポーズをとって満足して自分がいるっていうのも、まあ、分かっていて、そのために来たのかなって思います。ちょうど自己嫌悪に陥ったところであるんですけど、ああ、なんか OB 訪問やっていますという状況を作ろうとしたってことか。そうかもしれないですね。12月からやってた OB 訪問にしても、その就活してる自分として、そのなんかただただそういうポーズをとって自分を納得させただけなんだろうな所詮って今すごい思ったし、それを分かった状態でなんかこれ以上の行動が取れないのは悔しいけど、でも現状そうなんだよなっていうのを分かるというか、今日を経てしおくんが具体的にどういう行動をするかっていうところ、いや、まあマジとりあえず塾はお休みしないと多分変われないという、なんか変われるけど変われない状態に自分でしたまんま、言い訳できない状態にしたらいいかなって、多分塾辞めるのも一定の強制力だと思って、辞めたら自分が勝てる分野をなくすことになるから、新しく自分が勝てる分野を自分で開拓しないといけない。最終的な決断しおくんがするから、その塾をお休みするかどうかも多分考える、できた時間で今度どう行動するかとかも決めないと。そうですね、自分のコンフォートゾーンである塾のバイトを辞め、本気で就活に打ち込むように変わることができるのだろうか。